はいどうも。えっ、ー、と、今回はですね、えー、ワクチンココロナワクチンのコールセンターがですね、あったんですけど、えー、だいたい100名体制でですね、えー、やってるみたいなんですけど、えー、暇すぎてですね、一日中寝てたりとかですね、ゲームやってたりとか、なんかそんな感じですね。どうにかこうにか時間を潰してですね、えー、高いお給料を、高いお給料をもらってるそうでっていうお話ですね。 はい、えー、コロナのコールセンターはですね、割と時給がいいらしくて、2000円ぐらいもらえ、時給、時間2000円ぐらいもらえるそうなんですけど、えー、まだコールセンターなんてあるんですね。えっ、ー、とこ、これ、これ系なのかなえー、でですね、えー、これは、目黒区、なんで、目黒区でですね、うん、 やってるのがこれってことで、多分、100名体制ぐらいでやってると思うんですよ。大阪の方が大体そうだったんで。えー、で、コロナのですね、ワクチンなんかもう今から打つ人も、あんまり、あっと、ちょっと待って。YouTube でですね、コロナワクチンの話すると、あの、ンになったりするんで、なんか YouTube がコロナワクチンの話をですね、 してもらいたくないみたいなんで、ちょっと、えー、YouTube さん、これはね、コールセンターのお話なんで。えー、コールセンター、ちょっと待ってよ。何って言おう。YouTube でですね、コロナワクチンって言っただけで2回私バーになってるんで、怖いんですよね。あの、コロナワクチンっていうワードが。で、多分ね、ワードぐらいまでだったら多分いいんでしょうけど、 やめるか。だから、えー、何っていうを。はい。はい、えー。コロナワクチンコールセンターがですね、暇すぎて、えー、まあ、<laughs> 一日中寝てたりとかですね、えー、まあ、ゲームやってたりしてですね、ええー、暇を潰すのが大変だよっていうニュースですね。 はい、えー、で、まあ、読みませんけど、まあ、大体、そうですね。寝てたり、ゲームやってたり、YouTube で動画見てたりとかですね。はい、なんかそんな感じで、えー、頑張って時間を潰してですね、えー、お仕事を頑張ってるそうで。<laughs> はい、えー、まあ、一日中寝てる方もいてですね、一度も電話を取ったことがないスタッフも、いるぐらいでってことで、 えっと、今だいたいスタッフが30人以上いますが、平日ですとだいたい1日10件電話がかかってくるか来ないか、だそうです。もう暇で暇で。ね、はい、多分、コロナ、おっと待てよ、コロナワクチンの話題をするにしてもですね、ええー、まあ、1分、2分、 ぐらいのことしかですね、話すことないと思うんで。はい、えー、30人いて、10本かかってきて、えー、そうですね、30人働いてて、10人の方はですね、1、2分話をするんだけど、残りの20人の方はですね、ずっと何にもせずに1日終わるみたいで。はい、まあ、この辺のお金はなんか国からですね、出てて、 えー、まあ、誰がどう考えてもですね、税金の無駄っていうのはまあ、わかるんでしょうけど。はい、えっ、ー、とですね。まあ、急に減ったんで、人を雇ってる以上急に増減させることは難しい。いや、スパッと切れるからですね、オタクの業者を使ってるんですよっていう、はずなんですけど、えー、ここの課長さんはですね、 健康増進課の課長さんはですね、いや、えー、税金の無駄遣いは、普通のことですよっていうお話ですかね。ちょっとまあ文字が多いんで読みませんけどね。はい、えー、でまあ落ち、落ち着いてきたんだったら全部切ってですね、あの公務員が全部電話取ればいいだけのことなんで、えぇ、ー、 いや、それだとですね、国からの補助金が降りないから、それはちょっとやりたくないんですよね、とかそういう話なのかな。うん。なんかあれだな、文字が多いな えっと、コロナなんていつどうなるかわかんないんだし、暇だから明日何人減らして、忙しくなったから何人増やして、なんて普通はできない。いや、いや、たと、例えばですよ、これが税金じゃなくてですね、えー、普通の会社でですね、例えば、ハウス食品かなんかがですね、えー、急になんかこんな感じ、食中毒かなんか例えば、例えばですよ、あったとして、 こんな感じのことをやってですね、えー、一日中寝てるような感じだったらですね、えー、どんどん人を減らすとかですね、やると思うんですけど、これがですね、税金とかですね、あれだから多分ジャブジャブにやってるだけのお話だと思いますよ。<laughs> はい、私もワクチン開始時期、大規模接種、 受付コールセンター、ピークの時でさえ、全話0件の日もありました。なのに。でですね、これがその、え、大阪の方でですね、一市100名体制でやってるってことなんで、多分日本にですね、えー、市とか空とかですね、そのぐらいの単位の自治体がですね、1000ぐらいはあると思うんですよ。で、えー、一市で100名で、1000、市 あったとしてですね。10万人ぐらいですね。あの、ワクチンのコールセンターでですね。暇だーってやってる国なんで、そりゃあですね、日本という国もですね、滅びますわってことで。滅び、滅びますよ。ジャップランドは。えー、一旦予算がつくと、 既得権になってしまう公共事業あるあるですね。これも国の予算がついてしまってるから、高岡市は痛くも痒くもないのでしょう。コロナ禍貸付も3割ほどは返済の見通しないようですし、コロナ禍対策で国家予算1年分の補正予算の、はい、ちょっと、まあ、えー、国からのですね、税金なんで、 ジャブジャブでですね、やりたい放題になってるよっていうような感じの内容ですかね。はい。だからこの辺の人もですね、多分あれですね、その、このジャブジャブに甘い汁を吸えてる人だからですね、例えばですよ、で、結構このニュースですね、あんまり流れてない割にはですね、えー、コメントとかあってですね、するんで、こう、甘い汁を吸えてる人からするとですね、いや、今後ともコロナで甘い汁を吸わせろよっていう、 話なんでしょうけど、えー、まあ、私はまあ、いやこんなことやってたら国が滅びるからですね、えー、いい加減にしろよみたいな感じで思いますけどね、ってことで。はい、えー、で、多分ですね、市区町村もですね、ええー、国から予算がついてるから、えー、竹中平蔵くん一派がですね、国から、あのー、税金を引っ張ることができたから、 やってる、まあ、例えばですよ。例え話ですよ、今のは。ええー、と、まあ、いいよ、いいよ、ジャブジャブでいいよってやってるだけで、多分ですね、あの、ここ、高岡市でしたっけここがですね、お前んとこの税金、あの、予算、あの、切り崩して、そこに予算を全部つけろって言ったらですね、いや、ええー、国からだったら100名体制だけど、 え、うちのとこだけでやるっていうと、3人いれば十分かなとかですね。多分そのぐらいの感じのシビアな計算になってくるような気がしますね。はい。で、まあ、そうですね。ジャブジャブでまあ。うん。いや、いいよ。まあ、その、自分のですね、財布は痛まないからどうでもいいみたいな感じのところはあるかもしれないですけど、 えー、ま、さすがにこれはですね、えー、税金の無駄遣いだよね。ま、国から予算がついてるからどうでもいいけど、税金の無駄遣いだよねぐらいのですね、意識を持って、えー、いただきたいものだなとはですね、思いますよってことで。はい、えー、今回ですね、コロナワクチンのコールセンターがですね、えー、暇すぎて、 暇すぎてですね。もう。なんだろうな。暇で暇で。で、何百人いてもですね、電話が10本ぐらいしかないよっていうお話をですね、愛してみましたよってことで。はい、今回、えー、以上です。